気いっぱいで僕も元気をたくさんいただきました。次の演舞は桐蔭学園小学校黒金の皆さんです。準備の間、簡単にチーム PR をご紹介します。横浜にある私立桐蔭学園小学校のソーランチームです。踊りが大好きな5、6年生の希望者が集まって結成されました。桐蔭ソーランは22年目ですが、校外に出ての活動は6年目です。応援よろしくお願いしますというコメントをいただいております。チームを代表して瀬山恭平さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。瀬山さん、意気込みをお願いします。ありがとうございます。本日演舞させていただくのは3回目となります。先ほど NHK 前のストリートで踊らさせていただいた時には、沿道からのですね、応援が本当に大きくて、子どもたちその沿道のもとにすごくエネルギーをもらったというふうに言っていました。なので3回目の演舞も引き続き子どもたち精一杯踊れますので、大きな応援で応えていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは準備をお願いします。それでは、本日最後の演舞、子どもたちここまで、演舞館の中でもさらに演舞に磨きをかけてまいりました。本日の締めを、本日の本チームの締めを、しっかりと踊らさせていただきます。よろしくお願いします。さあ踊り子、みんな準備はいいか。さあ元気よく行こうぜ。桐蔭学園小学校黒金2022あやめ、構え。Yeah.
拍手。